どうも皆さん、アリオンです。というわけで今回も、ともしびの星、裸縛りやっていくんですが、なんと、パート11ですよね、今回。で、前にやってたストーリー、悪夢の使者は、パート11で、完結しました。皆さん、いつ終わんのこれ。なんだこのボリューム、ともしびの星。まだまだ霧、ちょうど半分ぐらいか。霧のかかっているところを計算したら。まあ、嬉しいんですけどね。いっぱいできるっていうのは。というわけで今日は、ちょっとこの、ファイター、仲間にして、まあ、切りかかっているところを、どんどん明らかにね、していこうと思います。というわけで、まず誰だ？シズウェイ！やっぱシズウェイさんはやっぱり、敵サイドと違って、まあ、味方の方が絶対いいと思うんで。よし。まあ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 。まあ、強かったりするかもしれん。うん、割と、進まないけなかった場所やから、ちょっと強い気はするけど、まあ、頑張っていくか。来た！あ、え？おー！ああ、まあ、ダメなんかい。やばいけどこれ、当てれば勝ち。よし、さすがに。さすがに強化人間でもね、90% 死ぬっしょ。シズウェイ参戦。うん。最も敵に回してはいけないキャラクター第1位やから。オッケーオッケー。ここね、全然、あ！その省略の短縮ルートもいけるんや。そう、ここをさ、この街エリアをさ、クリアしてさ、このファイターどうやって助けるんだろうと思ってたけど、まさかあんな左上から行くとは思ってなかったわ。じゃあ戻りますか。はじめの場所に。てかさ、この、右のなんかあるじゃん。通れない。光みたいなところ。あそこもまだ行ってないからね。ねえ、あれ、だから右半分はマジで、さらに強敵が待っとんちゃうか？怖っ。じゃあ、この、うん。まあ、ど真ん中、左寄りの真ん中ら辺、攻略しに行きます。アシュレイ！なんか本当にすごい森みたいなとこやな、ここ。アナザーコードシリーズ。誰？何このゲーム。見えない相手が登場。なんか絶妙に強そうじゃない？それ。意外とスマッシュでも倒せそうやな。オッケー、よし。別に、空中横見せんくても倒せるぞ。まじ、透明やもんで、ね、空中横見せんも結構むずいよね。だから、スマッシュで死んでくればマジで。ありがてえ。見えない相手切っちゃった。オッケー、アシュレイを救いました。ホラーゲーなんかな？このゲーム。霧向こう？え？霧とかあるの？ちょ、待ってよ。霧ステージとかあるんすか？ちょっとそれは初耳なんやけど。絶対来るじゃん。怖っ。まあ確かにここ、ね、正体不明の霧と違って別にちゃんと霧があるからそういうステージなんや。うわ、なんだここ。サライムシ。なんだこいつ？アイテムボスギャラが。あんままあこいつは軍隊やし、いけるっしょ。てかこれでいいじゃん。おらおらおらドラーはいあーあー危なっ、えっ結局よ。結局そういうこと。サライムシを救いました。でも結局ステージ運だよな。ああいうの出来やんステージやったら軍団も辛いもんな。よし、これどこ向かおう。結構進める。けど、宝箱見に行こうか。ゼルネアス。星さん。ルールお花か。あー。ダメージが。これ俺だけやんな、絶対。これルールとか書いてるけど、敵は適用されるのちょっとうざいっす。自分に少し打つ継続ダメージ。時間が経つほど不利。相手は特定のポケモンを呼び出す。え？やばくね？ゼルネアスってあれやろ？めちゃめちゃパワーアップするやつやろ？これ結構やばくね？相手は蓄積ダメージ溜まってるやつ。あ！なるほどなるほど。もともとダメージ変わっとるや。じゃあ意外と上火でいいんじゃない？ファルコンの上火ぶっ飛びで。いけそうな気がするけど。あ、でも巨大化してね。今ゼルネアスどこ行った？ちょ、ちょ、おい、出落ちポケモンかあれ。30% は蓄積ダメージ言わんねん。はーい。2連続かな？ 2 連続上火当てれば多分死ぬ。てかマジさっきの出落ちポケモン何？あ、いたわ。うん。あー、やっぱこれがやばいんだろ。さっき出落ちさんほんま謎だよ。うわぁ。上投げで死ぬんかい。いや、お花かなんてこれ空気でしょ。ゼルネアスがやばいじゃん。さちゃあ出落ちポケモン出ました。いいよ。ゼルネアスおらんかったら、これでいけるんちゃう？おい！やばい、このチャンスを逃すな。飛びすぎやろ。オッケーオッケー、どうですか皆さん。オッケーよし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 。まあ、効果さえ切れればよね。いや、から初め逃げとればオッケーやわ。ゼルネアスを救いました。とはいえちょっとビビったな。こんな優秀なポケモンを呼び出してくんのやべえよな。これ軍団とかやったら絶対無理な気がするわ。よっしゃ、この宝箱結構あるんすよね。宝箱だからちょっと予想がつかないが当てたい。予想します。ポケモンの BGM。ありがとうございます。まあまあ、スピーズポイント絶妙な反応しかできないのよな。使えるっちゃ使えるからさ。焦点で。あ、もう一個あるわ。宝箱。三つぐらい見えてるような。四つあるわ。五つあるよ。すごいね、ここ。ナチュレ！お前、ここで取れるんか。星4や。メインファイターを倒せば OK。護衛は残しても OK。相手の必殺とかパワーアップ。技の隙を見極めろ。制限時間ありろ、なんと。
あ、でもまあ、割とシンプルやな、ルールは。護衛おんのがちょっと厄介だが、だから県民さえ倒してしまえば。時間制限欲しいんだからな。これ1分とかやったりしやん。まあちょっと事故らせよう。うん。もうそれや。カービィ、護衛はガン虫で、ナチュレ、ナチュレのコスプレしとるんちゃう？絶対この県民。アシュリーの剣があるからさ。55秒狂ってるってマジで。マジでやばいよ、それ。え？なんで今の死なへんかったん？なんで今の死なへんかったん？なんやそれ。もう、めちゃくちゃや。まあでもこれ簡単欲しいような気がするわ。蓄積ダメージさえためたら多分 OK。うん。さっき多分足りんかったよね。10% ぐらいあったら多分死ぬでしょ。このカービィがちょっとやばい。カービィの厄介さ、え？あ、なんか雑談しとったら勝ったわ。お前、ザボスより弱えぞ。これ、灯火の星の世界で、最も侮辱的な発言ね。お前、ザボスより弱いぞ。ナチュレよ。ザボスは3回目で倒しましたよ。ナチュレ、君は2回目だ。なんだ灯火の星。簡単じゃん。メタルキラーなんや。使いてー。オッケー、ナチで作りました。いやいや、嬉しい。こんな簡単に星4買っちゃうなんて。いやー、ってことはこの後ろにある宝箱は多分ね、割といいもんやと思うんですよ。星4の後ろに抱えてるんで。なので、多分おやつとか、スキューのかけらとか違って、これ絶対ね、ミニコスチュームか、BGM。多分そういう、レアなもんやと思うよ。予言します。デュクシー当たるんかい。俺、おやつ L 出てくんの期待しとったわ。おやつかいって言いたかったのに。ディクシーコングってナチュレでもないんかい。まあ、確かに、うん。俺の読みは当たったみたいな。うん。読みは当たってましたわ。多分、そういう強いやつの後ろにおる宝箱は多分いいんだろうね。マスター？あ、これ、なんだこれ。あ、これ、多分、探索かな。マスター、キノピコ。進めばキノピオ隊長。あ、多分探索のとこやろな。オッケー、倒そう。なんだあのミー。すごい。すごい凛々しい、キノコですね、あれね。見て。なんだこの、これ、雑だろ、桜井。よしよしよし。倒しました。やつは。あ、やべ、ミスった。だ昨日、ピコ枠のこの村人はなんか、おとなしいんじゃね？なんか、比較的。こいつはもう倒せるはず、簡単に。でーい！投げろ！ダメか。あ、受け身もできない！受け身もできない CPU！ キノピコを救いました。ま、なんか、キノピオの猛攻がすごすぎて、あいつめちゃめちゃ、暴れとって。ちょっと大変やった。オッケー、探索いけるんかな？まあ、もう探索はもうええか、俺。探索はいいけど。遺跡かな？これ、どういう感じの、あ、やっぱ遺跡探索や。誰だ？敵族！なんだこれ！ドンキーなんだ！てっきりゼルダかと思っちゃったけど。ディディ軍団。オッケーオッケー。オッケー！まあ、さっきの、誰だっけ？軍団おったけど。あんな感じやろ。あ、なんか一人！勝手に自滅してくれるのありがてえ。いいよ！いいよ！いや、オッケー。まあまあまあ、軍団でちっちゃかったら大体大丈夫やな。敵族を救いました。炎が苦手。炎が苦手なスピード多くね？オッケー。こっちかな？抜けに！リフレクトミスターゲーマンどっちどういうこと？飛び道具を跳ね返す相手が登場。相手が一定時間無敵。体力制で？え？なんかこれちょっとやばね。まあ、飛び道具はいいんですけどね、全然。あ、でもエイハができやんのか。なるほど。ファルコンで頑張って勝つしかないな。え？一定時間無敵ってどのタイミング？え、どういうことこれ。はい。あー。1秒2秒ぐらいで倒すよって話な。なるほど。はい。どんだけ簡単やねんこれ。猶予が少ないけど、ね、無敵になって HP が低いって感じだと思うけど。にしても原作再現すぎやわ。何この簡単なの。抜け人を救いました。これ結構むずいかもと思ったけど、全然と。よし、上。ダスター！なんだこれ。あ、来た！ギミック切り。姿やステージが見えなくなる。アイテム煙玉。やばいだろ。どうなんのこれ。アイテムと、この、ギミックの切りはどれぐらい違うんだろうか。どれぐらい切りなん？ちょっとそれによる。まあ、これなら言ってるでしょ。いや、ステージ見えてるし。こんなん背景がちゃうだけやん。何がむずいんだか。でーの。さ、嘘だろ。なんだこれ！ビビって損したわ！キリステージ。確かにあのステージのさ、逆三角形みたいなのも見えんかってやばと思ったけどさ。見えてるなら大丈夫。ダスターを救いました。今日はちょっとなんか、見かけ倒しが多いな。サクサク進んでますわ。さあ、この宝箱なんだ？おやつ！おやつ M！ ああ、ゴミ。なんかことごとく外してんな、俺。さっきやったけどさ、コスチューム。なんか最近、いや、もともと余計の敵中率ないか。もともと、そんなになかったか。敵中率。あ、もう一個あんじゃん。え、そろそろ BGM 来ていっちゃう？おやつ M！
ほらはじめに BGM って言っておいて、宝箱を騙しました。違う違う、おやつだよって言う瞬間に俺が言い換えるっていう。うん、これが後出しの権利ね。よし、というわけで結構霧のステージはこれ、え？なんかファイターいるぞ。なんかよくわからんな、これ。どこに住めばいいんや。下行くか。下の方だよね、あれね。あのファイター。花ちゃん攻撃力アップ。あ、まあまあ、これは、このステージなら大丈夫。なんだっけ、昔 DS だったっけ、なんか花ちゃんとさ、なんかタイムアタックするみたいなルールがありましたよね、なんかミニゲームで。あれが超好きだったわ、俺。え？花ちゃん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 を救いました。いや、マジか。弱で死んじゃう？皆さん、今日はシリーズで一番簡単な回かもしれん。はーい。あ！またあるぞ。なんかそういうボスがおるであろう場所。まあ、ちょっとその前に宝箱開けて。あ、まあ、待って、もう予言すんのも忘れてましたわ。スピリッツポイント1000。さっき5000やったよね。5000って結構多いんかな、じゃあ。あ、お前らは思っとるけど、ここで手に入るんや。改造&リサ。低重力化。全員ふわふわしたジャンプになる。あ、そういうことか。重力低いってことは、そっか。ふわふわすんのか。空中戦の先生。いやいや、俺もずっと空中待ってますけどね、普段から。しばらくするとアイテム。それが何かやな。アイスクライマーか。あー、復帰。多分シングルクライマーでもできるってことかな。まあまあ結局は、横火ですわ。そのアイテムちょっと怖いけどな。さあ、低重力化といっても。あー、落下が遅い感じか。まあ別にこれ、パワー強。あー、アイテムボックスか。何？ああ、そういう使い方？ちょっと空中横火で倒したばっかなんで、ちょっとアイテム使って倒すかな？せっかくやし。俺もアイテム使いますから、まあ俺もアイテム駆使して、倒していこう。でもまあ、星さんもね、あんまりそんな、余裕がないんだよ。いいよ。カレー入れかいよ。カレー。ああああああ、普通に相手のパワーが強くて、アイテムだけじゃ倒せん。ああ、切り札使いたい。どう？うわあ、ちょうどこれ本体じゃん、本体。これで倒しちゃう？あ、倒されなーい。体力ある。これ強いか、こいつか、これ。これ強いよ、これ。相方倒すに強そう。ちょっとマジかよ！チャンス！あはははは！あはははは！あはははは！結局、アイテム使わんかったっていう。まあ、ちょっと普段と違ったバーストできましたね。改造&リサを救いました。こいつ強いんだよね。巨頭を持ち込んでコストも3つあるっていう。コスト？あ、サポーターか、これ。じゃ、ダメじゃん。重すぎだろ、コスト。てっきりスロット3つやと思ってましょう。アイスクライマーと、予言します。犬。ダックハントは、なんか使えるかな？なん、まあ、使える使えやん関係なく、まあ、全部救いたいんですけど、考えちゃうよね。このキャラ、なんかメリットあるかなみたいな。パーンチ！あ、ダメか。おい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 でーと受け身ができないダックハントさん、パーン！あれか、受け身できない CPU 多くね？ダックハントさんさん、よしよしよし。いや、マジで今日、負けないっていうか、負けてますけど、簡単だ。まあ、10回以上リトライしてるやつがいない。ちょっとこれ、え？あ、右側からしか入りあんのか、なるほど。こっちか。女の子！好きです。あ、またキリア。あ、でも二人いるんじゃん。二人おるんちょっと嫌やな。まあ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 、大丈夫でしょう。さあ。丸見えですね。はい。切りつっても。まあ、ある程度ダメージないと空中横びしないと思うから、ちょっとダメージだけ稼ごう。まあ、相手スピード欲しいっちゃし、そんなダメージもない。ああ！え？マジか！さっき、倒すんが早すぎて、切りステージの本当のヤバさを俺知らなかった。マジか！あれもちょっとマシになったわ。いや、マジか。さっきの切りステージ簡単に倒したもんです。めちゃめちゃね、全画面切りまみれ見てなかったけど、なるんだ。やべえな。舐めてました。くらえ！こういう時は、大丈夫。うん。俺は、プロだから。いや、星1のスピードでもちょっと切りステージやばいな。これ。これ、長時間っていうか、かなりね、時間かかっちゃう時やったらやばいな。オッケー。でもまあ、星1も倒した。よしよしよし。いや、マジか。冷や汗かいたわ。やばって思って。女の子を救いました。いや、切りステージやべえ。もう、二度と出てこないでくれ。さあ、これ、誰だ？マロ！ヒクオス！いきなり切り札スタンバイ？プリン！相手メインファイターのピンチ時、相手が、あー、そういうことか。はじめからじゃないんや。ピンチ時、相手は投げよく使う。僕もよく使う。いや、ピンチにしなかったらいいんですよ。簡単な話。ピンチにする前にぶち殺せばいいんですよね。さあ、なんでこのステージなのかな？舐めてるでしょ。あいつ、やばいって。自傷行為してる。
これが星さんスピリットやべ、やっぱ今日は簡単だ。いや違う、俺がうまいんかな。私がうまくなりすぎた。灯火の星。マロを救いました。オッケー。重さ増加。それをつけてやれ。さっきのプリンに。星さんの後ろの宝箱やから、まあまあまあ、いいもん入ってると思うんやけど。そろそろ BGM 来ていいんじゃない？そうそうな。おお、ウルトラビースト出てきましたね。ウツロイド。ポケモンっすね。画面逆転無効。この前操作逆転ステージあったけど、画面逆転ステージとかワンチャン来るよな、これ。やべえな。怖くなってきました、灯火の星。ちょっと周り掃除するか。ちょ、ここら辺のこいつら。スペクターナイト。相手が死神のカモおじさん。はいはいはい。まあまあまあ。しかもこれ、ね、オルディンオオアシの普通、通常化でしょ。こんなんこんなん、君がピンチだよ。行くぞ！おらー！バーおらーつかみからつかみ確定と、スペクターナイトを救いました。今日の実況、面白いんでしょうか？だいたい同じ絵。誰だ？お！ゼロシリーズじゃん。天倉雫。天倉蘭。天倉真由か？わからん。足すりが出現ってこれ前やらんかった。絶対同じやつやん。制限、制限時間あり？マジか。アイデア逃げ回る。やめろ！困る。マジで困る。やめてくれ。これかなりやばいかも。天敵ルールかもしれん。2分ある2分。2分あったらぶっちゃけ大丈夫じゃない？てか、アシストフィギュアいつ出てくんねん。全然出てこやんが。あらあらあ、サボってね？アシストフィギュア。マジ出てこやんぞ。アシストフィギュア。見間違い？アシストフィギュア出てくるっていうの。変な項目決まったわ。あれ？アシスト出てくるんだよ。あれ？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 つきました。読めん。虎視眈々も読めへんだから。オッケー。じゃあマスター誰だ？お、当たり飯で。知ってる知ってる。レイガン。相手の移動スピードアップ、マジか。てか、絶対こういう見えてコスプレしてるんですけど、当たり飯でのコスプレしょんの。気になるな。え？おい！バカにしてんのか、桜井。どこが当たり飯でやねん、これ。ほらー。はい。ファルコン、パーうわ、ダッサさおならパンチ出ました。まさか、灯火の星でダサ演出を見るとは。当たり飯を救いました。オッケー。当たり飯で道場やってんだ。はい、というわけで、まあ、周り、お掃除完了したんで、行きますか。え、これ何？工場のような感じ。今まで溶岩、基地ステージ。そしてこれは、工場？なんだろう。ね、危険マークみたいな、ありましたけど。あ電力プラント。工場か。すげえ！あ、なんかスプラトゥーンの BGM や。なんか残ったな、スプラトゥーンにあんなキャラ。はい。というわけで、ちょっと今日は、ちょっと短いかも動画。でもちょっと終わります。次回、このね、電力プラント。ここ攻略していこうと思うんで。はい。まあ、ちょっと今回はかなり簡単でしたけど、まあなんか面白いシーンは多かった気がするな。というわけで、次回はここ頑張るんで。また明日、よろしくお願いします。ご視聴でした。